学芸大10年生、はい、今日はなんと、はい、見ても分かる通り初のオール三次元企画でーす。はい、第1回は伝言クッキングでーす。今日はですね、これからある2品を全員でリレー形式で作っていきます。2品、はい、2品、はい、で何を作るかは最初の1人しか知りません。はい、で2人目からは前の人が何を作ってるかなってのをこう予想して料理を進めていくわけです。1人目ですね。そうなんです。でまあその気になる、じゃあ順番いきましょう。はい、1人目ドルルン、まさき。やっぱまさきが道を作ってくれる。意思表示ね。はい、意思表示まさき。そのまさきに続くのがレン。はい、2人目ね。でちょっとね、3人目は一番修正も効くところっていうので、はい、言って、おいー、それ修正効くな。あー、それ修正効くな。逆で、4人目がヨウセ。はい、4走者目ですね。はい、4番バッターですね。4番バッターね。はい、で、アンカーが僕です。はい、この順番で2周します。2周ね。はい、で、1人制限時間は3分です。はい、まあ、つまり 3×10 で30分以内に2品を完成させる。だもうまさきにかかってる。まさきしかお題知らないから。まあそうだな。まさきがいかにレンに伝えて、俺がレンにどう伝えるか。そうで、ゆうとがいかに被害を最小限に抑えて、あ、それを俺どういうことやいかに修正するか。そう、早速いきますか。よし、はい、じゃあ学芸大ジネス伝言クッキングリレースタート。学芸大ジネスということで準備が整いました。俺たちジュネス5人が作る料理はこちらです。おお、無理じゃね。スタート。3分でしょ。3分で2品やんなきゃいけなくて、うわー、3分か。30秒経過。レンにどうやって伝えるかを考えるとすると、多分これを置いといた方がいい。でも、ごっちゃにさせたくないからこれを置いとこう、こうやって。もうやばい、もう1分、もう1分半しかない。これと、これを置いといて、やばい、30秒しかない。あー、入れとこう。これはこれで置いといて、で、これをこれでこう置いとけばいいんじゃない。はい、OK、 俺の3分終了。じゃあ次の人呼んでいきます。学芸大ジュネス、イエーイ。よし、あ、これもうスタート。あ、なるほど、1個は分かった。こねます。作ったことないけど、待って、もう1品が分かんないな。でも包丁は僕はピアノ弾くから使いたくないから、それ以外もやります。よし、何からやったらいいんだ。あ、これに入れよう。わかんない、本当にわかんないんだけど、これこうやってやるんですよね、確か。こうやってなんか、こんな感じですよね。あ、やばい。あ、なんか、あ、いい感じじゃない？あ、終わっちゃった。ストップ、全然できてない。学芸大ジュネス。いきます。よーい、スタート。はい。やばい。餃子だ。餃子か。ん？これはシューマイ？シューマイと餃子？うん。なんで玉ねぎがあるんだろう。急げ。気になれば。これと同じ。で、これ何？なんかこれでガスつかないと思ったらこっちだったっぽくてつきました。餃子を作ってまーす。たぶん、餃子。玉ねぎ何これ。あ、あ、よし、次の人にバトンタッチします。学芸大ジュネス、レディーゴー。はい、多分これ分かった。分かったけど、
このさ、漫画で、トリコ読んでたから、これやばくない？トリコ読んでたからさ、食材の声が聞こえるんよ。何作ってんの？こうやって聞いて、これは、餃子だよって聞こえる気がするの。でもこれすごい、最初作った天才。トリコの小松菜だと思うんだよ、俺は。食材の声が聞こえる。これミルク包丁的なノリね。はい、終わりー。はい、では、履きます。学芸大ジュネス、イエーイ。よーおー、よーい、スタート。はい、餃子ね。餃子と、なんだこれは。玉ねぎ、パスタ、あ、ベーコン、あ、ナポリタンだよ。ナポリタン、ピーマンかな、ピーマン。入ってるよね、ナポリタン、ピーマン。てか、よく餃子ここまでいったな。もう破けまくってるけど。これ言うとな、多分。やばい、やばいやばいやばい、入れてあげよう、これだけ。よし、よし。はい、よし、まさき任せます。学芸大ジュネス交代。うおっ、うおっ、いきます、せーの。これ味付けしたかな、してないよね、多分。俺が多分全部いったと思ってるよね。あっ、こういうの。ケチャップはね、ちょっと醤油を入れるとね、酸味が中和するんだよ、みんな覚えてる。待って、俺やれることあと1分半。パスタ入れたいな。餃子焼きたいじゃん。焼くよ、焼いちゃうよ。みんなさ、お水入れるのとかわかるかな。これ入れるのわかるかな。よし、もうやることないわ、俺。 OK、 学芸大ジュネス、イエーイ。おう、あ、よーい、スタート。僕の使われてない。使ってよ、入れちゃおう。あ、ここになんかある。茹で時間5分。あれ？茹で時間5分？これ何人前にしたらいいんだ。お米に入れまーす。あ、やばい、焦げちゃう。次の人頑張ってください。学芸大ジュネス。行きます。よーい、ドン。はい、相澤の時間です。やべ。餃子、やっぱ餃子じゃなかったんだ。めっちゃ焦げてる。おお、なんかある。ナポリタン。ナポリタンだ。これはまあ一旦置いといて。これをここに入れたらまずいから、これだ。これじゃない。できない。やばい、どれだ。あるよね。わあ、バトった。やばい。バトンタッチします。学芸大ジュネス。レディースタート。で、麺が茹で上がってる。これに絡めるんだな、確か。ナポリタンでしょ、これ。で、麺を入れる。麺入れる。麺が冷める。あ、もうおしゃれ、これ。多分入れるはず。茹で汁もちょっと入れるんだよね、知らんけど。なんかケチャップ入れて、ケチャップめっちゃ入れるのと、多分ね、あと、あ、そう、バター入れると美味しいってよく聞くな。多分、OK、もう1個入れとくか。いいか、とりあえずこれ。ちょっと待って、このさ量ってさ、絶対さバター足りないよね。もう消えちゃったもん。あと4秒しかない、もう1個だけ入れとこう。あ、ちょっと待って、これだけ入れさせ。
と学芸大ジュネス、イエーイ。はい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 、おーおー、はいはい、スタート。すごい形になってる。あ、バター、これもうあれなのかな、味はいけてんのかな。待って、餃子は、餃子、あー、できてる。待って、じゃあ俺盛り付けばいいのかと。よしよし、でもできた。はいはい、完成。いや、なんか俺もほとんどやることなかったな。学芸大ジュネス、え、すごい、うわ、あっつ、できました。すごいよ、すごいじゃん。すごくね、おいしそう。まずはね、俺たちがこの作ったのがちゃんと合ってたのかっていうことで、確かめて、順番に確かめていきたいんです。はい、うん、俺はナポリタンと餃子だと思って作りました。はいはいはい、はい、じゃあ、陽介は、私は、はい、これ発表してください。じゃじゃーん、餃子とナポリタン。おー、一緒じゃん。真ん中が、じゃあここは問題だ。これね、リュード、これは餃子でシューマイと餃子でシューマイとナポリタン。3品じゃん。3品イエーイ、3品じゃん。はい、僕、危ない餃子と、はい、すごい、これさ、大成功。餃子という漢字が書けるね。確かに書けないわ、俺これ。すごい。じゃあ、まさきさん、はい、正解発表お願いします。じゃあ、お前ら天才、餃子とナポリタン。食べよう。うまっ。おいしい。マジでうまっ。学芸大ジュネス。5人で協力してやったみたいになってるけどさ、もしかしたら個人差出てる。仕事量に後で見返したら。ね、早く見たい。見たいね。まあ、ということで、はい、ジュネスの伝言クッキングリレーは成功でした。イエーイ。はい、美味しかったね、しかもめちゃくちゃ美味しかった。はい、よかったらみんなも挑戦してみてください。以上、学芸大ジュネスでした。バイバーイ。学芸大ジュネス。